美伝戦学ら7月下旬、戦士美不明は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。鳥取県岩見郡、牧屋村牧屋で、同村の祖宝家である沢田家の番頭の長男として、生まれる。鳥取県立鳥取第一中学校に進学する。1912年12月1日、士官候補生として、不評第55連隊に入隊し、 一年後の1913年12月1日に陸軍士官学校に入校した。1915年5月25日の卒業後は見習い士官として現隊復帰後、同年12月25日付で不評第56連隊付として不評少位に任官する。不評第56連隊時代の1917年9月15日に陸軍と山学校に入校した。 1919年4月15日付で中尉に昇進する。1925年5月1日付で不評第1連隊付に転任し、翌6月10日付で連隊は満州に移動した。8月7日付で大尉に昇進し、中隊長となる。しかし、1927年7月26日に病気を理由に中隊長を免じられて大体副官となった。 1928年3月24日に帰国し、代替付の商工として、岡山県倉敷商業学校の配属商工となる。1932年8月8日付で連帯副官となり、1933年8月1日に、少佐に昇進した。この後、岡山県笠岡商業学校、根校中学校、岡山県玉島商業学校と岡山県下の、 中東教育学校での配属証拠を歴任した。1937年12月28日、南京戦で戦死した大隊長の後任として、不評第115連隊大隊長となる。1938年7月15日に中佐に昇進。1939年3月9日、第8国境を守備隊付として、満州国の海へしゃげ南寺へ赴任する。 1942年8月1日付で大佐に昇進した。1944年6月15日、この F 票第3連隊へ転出。その直後、独立混成第15連隊長上に任命される。6月30日、独立混成第44旅団の配下に配属となり、沖縄県へ移動となる。1945年3月10日付で少々に昇進。 1945年5月、沖縄戦のシュワーローフの戦いで、日本側の指揮を取る。6月下旬に、南部戦線へ転進し、米軍に包囲された後、部下に、ゲリラ戦への長期抗戦を明治部隊を解散。自身も、副官と共に、知念半島へと脱出を図る。7月下旬、玉木村で、副官や東番兵と4名となり、 遭遇した米兵と打ち合いの後に戦死したと推定。ジェームス・エイチ・ハラス、沖縄・シュガーローフの戦い、米海兵隊地獄の7日間、三人社、三人社 NF 文庫、2010年8月30日、戦後生還した小沢東番兵の証言、ありがとうございます。